今ね、こう水のペットボトル持ってるから20ポーズができないよねっていう話なんだけどね、いよいよね、クアランプールにね、まあ、帰る日がやってきましたということでね、今ね、ちょうど、まあ、バスターミナルにね、まあ、向かうよねっていう話なんだけどね、まあ、ただね、まあ、腹が減ってはね、バスに乗れるということでね、まあ、今から俺がどこに行くかっていうと、まあ、最後のね、ペナのね、まあ、飯に選んだのが、まあ、シャークイティオだよね。この U10TV をね、まあ、以前から見てるてめえたちはね、まあ、わかるかもしんないけど、まあ、シャークイティオね、まあ、いわゆる日本でいう焼きそばみたいな感じだよね。まあ、それをね、まあ、最後にね、もう食べなきゃね、俺はもう帰れないよねっていう話だからね、さあ、それでは今から行ってこようと思います。今ね、ようやく俺のシャークイティオが作られてるんだけど、結構ね、こう人気店だからかわかんないけど、意外と時間かかるよね。そうだからね、バスの時間がまあまあギリギリになっちゃうよねっていう話なんだけど、まあ、いや、飽きた来た。さあ、そして目の前に突き出されたのが、このね、シャークイティオだよね。何回も食べてるのは違う。まあ、こっちの方がね、一般的なやつに近いよね。まあ、焼きそば的な感じだね。では時間もないので早速いただきたいと思います。まずいただきたいと思います。暑い、めっちゃ作りやすいながら暑い。あ、でも間違いないわ。なんかね、どっちかといえば海外のパッタイとかパッシーユに近い感じかな。麺とね、なんか、こう、なんだろう、太麺が、こういう感じ。で、またこのでっかいエビが入ってんだよね。これもポイント高いよね。あ、めちゃくちゃうまい。もう、今日全部。なんか今もね、持ち帰りの客がめちゃくちゃ並んでる。すごいな。客がね、なんか、こう皿に、こうなんか、マレーシアトップ10みたいな感じで書いてある。それを名乗るだけあるよ。貝みたいなの入ってる。やっぱりね、人気店は間違いないよね。いや、まさしくね、まあ、その店内のね、最後の飯がまあ、ふさわしいよねっていう話だよね。さあ、ということでね、腹も満たしたことだし、もうこれでね、心置きなくバスに乗れるよねっていう話なんだけど、ただね、俺はね、もう常々思うんだけど、結構なんか、まあ、日本人とかだったら飛行機でね、まあ、ペナンにクアラルンプールから、まあ、行っちゃうやつがすげえ多いと思うんだけど、はっきり言ってマジでバカだと思うよね。バカというかね、もう情弱そのものだよね。なんでかっていうと、まずね、クアラルンプールの空港に行くまでに、まあ、そもそもね、まあ、40分から1時間とかね、普通にまあかかるわけじゃん。で、さらに、まあ、飛行機に乗るにはね、まあ、1時間前とかに、まあ、空港にね、まあ、最低でも着かなきゃいけないわけじゃん。で、さらに、そのね、ペナンの空港からも、そのペナンのね、ジョージタウンとか、そういう中心部に行くのには、まあ、1時間弱かかるよねっていう話だよね。だからね、そのクアラルンプールもペナンも、両方とも空港から離れてる街だから、だからね、結局、その飛行機でね、まあ、時短で行こうと思っても、バスと全然所要時間変わんないんだよね。だから、例えばね、その、まあ、飛行機がバスの半額とかね、そういうなんか特別セールをやってる時じゃない限り、まず飛行機に乗るのは全く意味がないよね。だったら、もうバスだったらね、もう中心部から中心部にね、もう寝てたら着くわけじゃん。で、しかも所要時間そこまでマジで変わんないからね。だからね、マジで、そのね、もう静寂にね、なりたくないんだったら、もう本当に、バスに乗った方がいいよねっていう話だよね。だし、バスだったらちなみに、40リンギット切るから、っていうことは、まあ、1000円をね、切る値段で、
まさかのね、その400キロも離れたペナンに行けちゃうとは。うん、だからね、もう絶対それだとバス一択じゃんっていう話だからね。うん、だからね、まあ、これを見てるてめえたちはね、まあ、ぜひね、その飛行機で行くとしてもかなり手間とね、時間どの道かかっちゃうじゃんっていう話だからね、まあ、バス旅にね、まあ、ちょっとチャレンジしてもらいたいよねっていう話だよね。そして、コムターバスターミナルにね、まあ、そろそろ近づいてるよねっていう話なんだけど、ちなみにコムターっていうのはこの、なんか、ちょっと古めかしい感じの大きい高層ビルだよ。うん、これ絶対この中テナントほとんど入ってねえだろってちょっと勘ぐっちゃうんだけどね。うん、だからね、まあゴーストビルだよねっていう話だよ。で、今回俺が乗るバス会社が KKKL っていう会社なんだけど、多分ね、ここにオフィスがあるから、まあ、多分昨日とかね、ちょっとこの辺で見てたんだけど、おそらくここのね、この近くに泊まると思うんだよね。うん、まあとりあえず、まあ確認のためも兼ねてね、ちょっとこのKKKL のオフィス、これだよね。うん、ちょっとね、ここで聞いてみたいと思います。今ちょうどね、バスチケット、このオフィスでチェックインして、このね、チケットをゲットしたよね。あ、こんな感じのオフィスだよね。で、まあ確認したんだけど、ここのね、まあ KKKL のバスはこの真ん前にまあ止まるということでね、まあここでちょっとね、バスが来るまで待とうかなって思うんだけど、ちなみにね、この U20 は状況だからね、もう事前にチケットをレッドバスっていうね、まあ、予約サイトで、まあ、予約してたんだけど、まあ、そこでのね、総支払いね、プロモーションとか考えなかった総支払いが、まあ、41リンギットだったんだけど、まあ、手数料とかかかるから、うん、まあ、ただね、おばちゃんが言うには、まあ、ここで直接予約したらね、38リンギットだったのにみたいなこと言ってたんだけど、俺ね、プロモーションだったりとかバウチャー使ってるから、実際のね、まあその現金の支払いっていうのはね、34リンギットしか払ってないんだよね。だからね、まあこういうのはやっぱりね、情報を制するものがね、まあやっぱり得をするっていう話だよね。まあ、もうそろそろね、多分バスが迎えにね来ると思うんでね、もうしばらくこのオフィスの前で待ちたいと思います。いよいよね、俺の乗るバスがやってきたよねっていう話だ。で、このまま乗り込んじゃおうか。そして客少ねえな、しかし。で、俺は6番だから、これが3でしょ。ん？これでいいのかな。まさかのおじいちゃん座ってたじゃんって感じだよね。それは分かんないわ。いや、でもね、シートこんな感じなんだけど、めっちゃ良くない？これで1000円切るんだよ。だからもうもはや飛行機のエコノミーとかに乗る理由が全くないよねっていう話だよね。でね、今席を直してんだ。やばいよね、めちゃくちゃ倒れんだけど。そうだからね、もう俺はね、もう完全に爆睡するしかないよねっていう話だよね。ということでね、まあ言ってもね、もう本当に目的地ね、ここから来るまで暇だよねっていう話がね、とりあえず今から俺は就寝しようと思います。就寝空気じゃない、嬉しい、完璧じゃねっていう話じゃない。それでまあ飛行機と違ってもダメってことだから、言うことないよなって話じゃない。さあ、というわけでね、一瞬でね、このバスからね、トランクル降り立っちゃったよねって話やね。完全にバスで移動は正規だよねって話やね。まあ、そんな感じでね、まあ、無事ね、まあ、トランクルにね、まあ、たどり着いたということでね、まあ、またそのここね、クアラルンプールからね、またその日常だったりとか、てめえたちとってね、また楽しい動画っていうのをね、またお届けできればと思いますので、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト VTV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 on the my way